はい、皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、高値更新後も底堅い日経冒頭でも積み上がる売りということでお話をしていきたいというふうに思うんですが、木金と日経かなり上がりましたね。それでもかなり積み上がった売りがあるんですね。で、売りがあるんですけども、それが底堅い理由になってくるかなというところで、信用残データなんかを確認していきたいというふうに思っております。で、最後の指数の今後の売買戦略につきましては、日足のボリンジャープラス乖離率、日経なんかはかなり乖離率も出てきましたので、ここを確認していただければというふうに思っております。ということで、このチャンネルではこういった最新の動きを取り上げたテクニカル分析をお伝えしております。テクニカル分析はあくまでも事実の確認、トレンドの方向性やトレンドライン、移動平均線の向き、位置、価格、ローソク足、こういったところを皆さんの参考になるように毎朝8時までに動画を投稿しております。投資はあくまでも自己責任になりますが、皆さんの朝の習慣になれるように頑張っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょう。月足チャートの振り返りになります。月間ベースですけども、日経平均株価プラスの 694.86、 2.53% のプラスで、全ての移動平均線しっかりとね、上を向いている。で、12、24、120ヶ月、この短期、中期、長期に並んでるっていうのが一番いいですね、というところで押さえておいてください。コロナの新規感染者数ですが、東京都で1494、全国では6081。まあね、昨日に比べると、一昨日に比べるとかなり減りましたけども、これは日曜日なので検査数が減ってるというところが一番大きいかなと思います。入院患者数は過去最大を更新してますので、要注意というところで改めて見ておいてください。トピックスいきましょう。 50.26、 2.78% のプラスで、移動平均線は24、12、120ヶ月ですが、まあまあ上向きですので、しっかりとしているというところで問題ないかなと思います。まずは行きましょう。39.15、 3.27% のプラスということになっております。12、24、120ヶ月すべて上向きですので、まあトレンド、大きな長いトレンドは問題ないかなというふうに思います。ニューヨークダウ行きましょう。 491.49、 1.61% のプラスということで、まあ移動平均線もしっかりと上向いてますから、アメリカ市場も強いと、最高値更新中というところになっております。 S&P も見ましょう。 68.61、 1.83% のプラスで、すべて上向きですので特に問題ありませんし、ナスダックに関しましてはね、非常に強いですね。313.69、 2.43% のプラスというところで問題ないかなというふうに思います。はい、では冒頭でも積み上がる売り、高値更新しても底堅い理由とはということでお話をしていきたいというふうに思っております。まず日経平均株価ですが、ここ2日間木曜日金曜日でですね、その前の日の安値から見て1136円上昇しているというところなんですが、なんでこんなことが起こったのかというのをね、確認していきたいというふうに思っております。で、これは前、8日のですね、全市場売買代金ランキングなんですけども、非常にね、売買代金ができているのはやっぱりレバレッジETF ですね、になってます。で、ついでソフトバンクグループなんですが、今日見ていただきたいのはファーストリテイリングで、その下にある日経ダブルインバース、この辺をね、ちょっと見ていきたいというふうに思っております。で、日経ダブルインバースと日経レバ ETF は何なのかというところなんですが、 ETF は上場型の投資信託というところで、まあ投資信託なんですけども、株と同じように売買ができるものだと思ってみてください。で、レバレッジ ETF というのは日経平均株価に連動しているもの、ダブルインバースというのは逆に連動しているもの、日経平均株価が上がっていくときに上がっているのは日経レバ ETF、 しかもレバレッジがかかっているので、上昇率としては倍近く上がっているということだと思いますし、日経平均株価に対して逆に連動しているダブルインバース、しかもこれはダブルですから、日経平均株価よりもかなりね、下落率が激しい、上昇に対して下落率が激しいというところを確認しておいていただきたいかなというふうに思います。で、それぞれのですね、まあ、信用改ざん売り算みたいなものを見ていきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、信用買いをしている人っていうのはこの後売るよってことですよね。信用売りをしている人はこの後買い戻すよっていうことになると思うので、で、その信用倍率を比較している、信用改ざん割る信用売り算で計算される信用倍率を計算してるんですけども、これを1倍割れてくるということはですね、非常に底堅く、とても上がりやすい、そういう状況だと思っていただきたいんですね。で、日経レバレッジ ETF の、まあ、信用倍率の推移を見ていただくと、まあ、ずっと1倍割れてるということがわかると思うんですが、12月の末に1回1倍を超えてる、要は信用改ざんが信用売り算を上回っていたという期間が1回だけあったんですけども、年末にかけてもう1回ね、1倍を割れてきた、ね、上がりやすい状況下にはあったというところになっております。加えてですね、これは週1回のデータですね、1月1日までのデータというのは、要は年末までのデータしか見れないので、日照金算というものをね、見ていきたいなというふうに思っております。で、日照金算とは何なのかっていうのをね、簡単にね、紹介したいなというふうに思うんですが、まあ、どうして日照金算を見るのかというと、信用取引のデータというのは週1回しか更新されないんですね。全、いろんな時の信用取引のデータが週1回更新されるんですけども、日照金というのは、まあ、日照金、株、信用取引の株を貸したりとかお金を貸したりとかいう期間の一つでしかないんですけども、まあ、その信用取引の一部のデータなんですが、
日照金山というものだけは毎日更新がされていくので、つまりまあこの日は信用売りが多かったのかな、信用買いが多かったのかなというね、傾向を測ることができるんじゃないかなというところで日照金山を見ていきたいと思います。でこれが1570日経レバレッジ ETF の日照金山なんですけども、まず見ていただきたいのはですね、貸し株というところの新規のポジション、確認してみてください。貸し株ってなんだろうというところなんですが、株を貸すわけですね、株を借りるわけなんですよ。信用売りをしてる人っていうのは株を借りてきて市場に売ってしまうんですね。で価格が下がった時に買い戻して、借りてるところに返せば、その価格差が利益になるっていうのが貸し株、要は信用売りの仕組みなんですけども、でそのうちの新規というところで、まあ、新たに信用売りをした人が何人ぐらいいるのというのが貸し株の新規になっています。で、まあ、その推移を見ていただくとですね、1月の7日だけやったら多いですよね、445,842株ですね、分だけ信用売りをした人が多いというところなので、まあ、下がると思ってる人が、まあ、7日の時点ではかなり多かったんだろうなと。で下にはですね、1月8日の速報、これはマーケットスピード4マーク、楽天証券のツールの中で確認できますけども、1月8日金曜日の速報が出てるんですが、これもですね、貸し株の新規のポジション非常に多いですね。なので、まあ、7日8日と非常に信用売りをした人、日経レバーを使って信用売りをした人が非常に多かったということが言えるかと思います。でつまりそれは株が上がったので含み損になって、まあ、損切りを含むような形で株が上がっていく要因の一つになったかもしれないというところですね。加えてですね、真ん中ら辺についている赤いところ、逆ヒブもついてますね。逆ヒブというのは信用売りをしている人に与えるペナルティーです、ございます。で貸し株というのは、まあ、当然株を貸すわけですけども、在庫に限りがあるので、在庫がなくなってきた時にこの逆ヒブというペナルティーをですね、信用売りしてる人たちに与えるんですね。でそうすることによって信用売りしてる人の負担が増えますから、あーもうさすがにきついわというところで信用売りをこう解消していくような、そういう動きを促すような、まあ、仕組みだと思っていただきたいんですけども、これが跳ね上がると非常に、まあ、信用売りの買い戻しが進む、株が上がりやすくなるというところをぜひ押さえておいていただきたいかなというふうに思います。続いて、この流れではダブルインバースの信用倍率も見ていきたいと思います。でダブルインバースの場合には信用改ざんが増えるとこれから下がるんじゃないかなって思う人が多いということになります。で信用倍率を見た時には信用倍率の数字がすごく高くなるとこれから下がる人が多い、だけどもそれでも下がってないんだったら下がりにくくて上がりやすい状態が発生するというところだと思ってみてください。で直近のを見るとですね、改ざんが一気にバーンと増えまして信用倍率がですね 45.76 まで上がってきたというところですね。なのでまあ年末時点で、まあ、再びやっぱり下がりにくくて上がりやすい状況というのがレバーでもそうだし日経ダブルインバースでも作られていたというところをぜひ確認しておいてください。で先ほどの日照金山ね、ダブルインバース版の見ていただきたいと思うんですけども、こっちはですね融資の新規のポジションを見てくださいね。融資というのはお金を借りるってことですね。お金を借りる理由は新たにポジションを取りたいからというところで、融資の新規というのが新たな信用買いのポジションになっています。で先ほど見ていただいたのと同じで1月7日の融資のねポジションが非常に大きくなっているというところと、1月8日分もですね、非常に新規の、ね、ポジションがすごく多いですよね。なので、まあ、この時点で、この7日8日でダブルインバースを買った人は結構多かったんだということがわかるかと思います。ですが両日ともぐっと上がった、しかも高値引きで終わったというところで、まあ、最後のようにあこれはダメだというところで、こういうダブルインバースなんかも損切りしている人がきっと多かったんだろうなというところが伺えます。でただしですね、貸し株で新規を取ってる人も、7日にはすごく多いんですよね。7日にはすごく多いので上がってくんじゃないかなって思ってる人もそれなりにいたというところですね。まあこれも少し面白いところかなというふうに思います。はい。でそしてファーストリテイリングですね。ファーストリテイリングもですね、信用倍率見たいところではあるんですが、ファーストリテイリングの場合にはですね、これ週足チャートで出しています。週足チャートの下の方に、これ楽天証券のマーケットスピードで今出してますけども、結構ですね週足チャートの中で信用倍率見れるとかいうか、信用改ざんと信用売り算のこの推移が見れるね、チャートって結構ありますから、よかったら見てみてください。でこれで見ると紫色、ちょっと薄い紫色の、ものが信用売りで、ちょっと濃い青色っぽいやつが信用買いなので、紫色の棒が上にあるってことは信用倍率が1倍を割れている状態、要は株価が下がりにくく上がりやすい状態っていうのがわかるかと思います。でこの赤い枠をつけているところから見ていただいて、でその後その間のファーストリテイリングの株価の推移を見ていただくと、やっぱこの信用倍率が、ね、1倍を割れている状態っていうのは非常に上がりやすいんだなってことがねよくわかると思うんですね。でまだ解消されてないっていうところですので、まあ、まだ行く可能性は十分あるんじゃないかなというところでね、8日の上げを引っ張ったのは完全にファーストリテイリングですので、まあ、ファーストリテイリングの、まあ、チャートもそうですけども、この
信用倍率にも改めて注目をしていただきたいかなと思います。でファーストリテイリングの、日照金座、見ていきたいというふうに思うんですけども、日照金座を見るとですね、やはり7日、そして8日ですね、特に8日の 59,200 というのは非常に多いですよね。1株が9万円台の株で、新規の売りがですね 59,200、 下の1月8日速報の、貸し株の新規のところですね、ということは信用を利用した人がこれだけいたっていうところなので、まあ、それはね、それをこう、やっぱダメだったというところで、ファストリのね、損切りをした人が多く、でファストリがめちゃくちゃ上がって、で、1銘柄で日経平均株価を何百円も百何十円ぐらい押し上げてますから、まあ、非常に大きな影響を与えただろう。でしかも逆非分もついているというところですので、やっぱりファストリテイリングなんかはまだまだ信用倍率がね 0.2 ですからね、 0.2 ですから、まあ、この辺の解消がない限りはですね、日経平均株価かなり底堅い状況がまだまだ続いていきそうだというところをぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で最後にですね、日経平均株価の、まあ、非常に長いチャートをね、見ておきたいなというふうには思うんですが、これは何を見ているかというとですね、バブル後高値、バブルの時の高値からですね、リーマンショック後の安値を取っていて、でそれのフィボナッチを表示しているものになっております。で現在水準が 28,138 円なんですけども、その中の 61.8% 戻しというのが 26,722 円なんですね。なので、まあ、2万7000を超えた時点でですね、この 61.8% 戻しも達成できているというところですので、まあ、やっぱり半値戻しは前年戻しというふうにも言いますけども、まあ、この辺の水準をね、さらにもう一段超えてきたというところで、まあ、本当にこう日経平均株価が、まあ、4万円までいくかと言われたら何とも言えないですけども、まあ、言ってもおかしくないような、そういう状況下にはあるというところですね。でもちろん今すぐ戻るわけではないんですけども、まあ、ここはサポートになって徐々に徐々に上がっていく可能性っていうのはね、十分に考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺需給データなんかも含めて、であとはもちろんね、中央銀行がとかね、コロナがとかいろいろありますけども、で、予定外なことが起これば株価が下がるということもありますけども、現状はそういう状況なんだというところをぜひ認識していただきたいかなというふうに思います。では今のご案内まとめになっております。まず日経平均株価ですけども、2営業日で1000円以上上昇しましたよというところが、まあ、この動画を作るきっかけになっております。で見ていったのは需給データですね、信用倍率プラス逆非分を見たんですけども、まあ、年末プラス7日にですね、結構一気に信用売りっていうのが加速したんですね。加速したんですけども下がらない、まあ、本当にこれは少し前からもう本当に夏ぐらいからずっとこの状況が続いてきてるんですね。信用倍率が低い、要は下がりにくく上がりやすいっていう状況下においても、まあ、下がったところで、みんな信用売りの人は利益確定するし、上がった時には損切りするしというところで、で上がってったらまた踏み上げを追って加速してっていう、まあ、また一段切り上げてっていうのをずっと繰り返してるので、でそれがまだ解消されていないので、まだそういうこと同じようなことが起こる可能性っていうのはかなりあるというところをぜひ押さえておいてください。で8日にはかなり踏み上げが発生している可能性があるので、まあ、来週のですね、信用残データっていうのも確実にね、確認をする必要があるかなというふうに思います。で、長いチャートで見たときには、バブル後の 61.8% 戻しがもうすでに達成済みですから、で、しかもですね、2万7000円前後にですね、非常にサポートが厚い、厚いってこれじゃないですね、もっと分厚いの方の厚いなんですけども、まあ、厚いサポートがありますので、そこはですね、2万7000円前後がちょっと境目になりそうだと、割り込んだらもちろんそれが弱いってことですし、まあ、支えてくれてまた上がっているようなことがあったら、まあ、やっぱりそうだったかというところで、確認をしておいていただくのがいいかなと思います。では、指数の今後の売買戦略、今日は東のボリンジャーバンドプラス乖離率で見ていきたいというふうに思っております。まずは日経平均株価ですけども、バンド幅がギュッと縮まってからですね、バンド幅が拡大してきて、まあ、バンドウォーク、バンウォークになっちゃってますけども、2シグマを突破してきたというところで、まあ、このボリンジャーバンドを見る限りはしっかりとした上昇トレンドというふうに言えるかというふうに思っております。今後も続いていく可能性ありますので、しっかりと見ていっていただければと思います。で乖離率は 4.6%、 ただし 5% 超えたらですね、過熱感がさすがにあるよというところでね、この水準感ぜひ覚えておいてください。トピックスいきましょう。トピックスも同様ですね、2シグマを突破して、しかもバンド幅が拡大してきたというところで、バンドウォークになるかというところを確認しておいていただければと思います。乖離率は 3.75% になっております。マザーズ行きましょう。マザーズに関しましては2シグマ突破していないんですよね。で、バンド幅が縮小してきてるというところですから、まあ、トレンドの準備段階というふうに見て取れるかなというふうに思います。まあ、ただし、乖離率が 4.18% あるというところですので、まあ、結構乖離はしてるんだなというところを押さえておいてください。ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウに関しましては、バンド幅がね、拡大中で2シグマを突破してるというところですので、上昇トレンド発生してもおかしくはないというところになっております。で、乖離率は 2.68% ということになっております。S&P 見ましょう。S&P も2シグマを突破しているバンド幅拡大中、バンドウォークになるかというところですね。乖離率 3.07%、 まだねそんな金使わないかなというふうに思います。最後ナスダックです。ナスダックは2シグマ突破してるんですけども、本当にちょっとですね、でバンド幅もねそんなに拡大してないかなというところなので、強いトレンドという感じではないかもしれませんが、乖離率 3.97%、 ちょっとね金使もあるかなというところですので、 5% 超えるには注意をしてみてください。ということで今日の動画のまとめになっております。まず長期トレンドは引き続き上昇トレンドでございましたというところを確認していただきました。そして1月7日は株高局面なんですが、信用売りがかなり積み上がったよというところを確認していただ
いると思うんですけども、1月8日も積み上がったんですが、その間でですね、損切りが起こって、まあ、踏み上げが起こった可能性というのは結構あるんじゃないかなというふうに思っております。で、引き続き、まあ、これだけではないんですけども、コロナであったりとか、いろんなデータ、いろんなね、こう売り材料とも買い材料も両方あるんですけども、まあ、引き続きこの需給データには注目をしていきたいかなというふうに思っております。で、最後ボリンジャーバンド見ましたけども、まあ、まさにこうバンドウォークに入ってくるような、そういうチャートですので、それが本当に起こるかどうかは今後ね、引き続き見ていきたいというふうに思っております。で、あとは25日の乖離率も見ましたけども、 5% 乖離に達成したらですね、これはかなり過熱感が感じられると思いますので、ここにも注目をしていただきたいなというふうに思っております。ちょっと喉を潤します。では最後に、今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。月額1000円、初月無料ということになってますので、ぜひ概要欄からリンクをご覧になってみてください。では今日もおすすめ書籍とおすすめポイントを紹介したいと思います。今日はですね、まあ何度か紹介してますけども、改めてこの本を紹介したいなというふうに思います。人生は楽しいかいというね、本になっております。私はオーディブルでこれずっと聞いてるんですけども、まあ、暇さえあれば聞いているんで、まあ本当にぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思うんですが、でこの中で、まあ、システマというね、の師匠ゲオというね、ロシア人がいるんですけども、そこからね、指令がいっぱい飛んでくるんですけど、まあその中で2つだけ紹介したいと思います。1つは指令後、呼吸する。呼吸を鼻から吸って、口から吐くというだけで、まあいかに自分を落ち着けさせるか。よくやるのはですね、私はね、こう、その日の中で損切りをしてしまった、ああどうしよう、この損を取り戻さなきゃいけないみたいな、そういう、ことに陥るときに、と鼻から吸ってね、呼吸をするだけでだいぶ落ち着いて、ね、さあ次のポジションはどうしようかというところで考えられるかなというふうに思っております。で、あともう一つは指令12、成功体験を忘れる。これも重要ですね。あの株の取引も、こう例えば先月うまくいったことが今月もうまくできるかといったら全然そんなことなくてですね、やっぱり相場状況が常に変わっていくわけですから、まあ、成功体験を忘れて、ね、まあ、またゼロベースでいろいろ考えていくってことが非常に重要かなというふうに思います。非常に投資にも共通するエッセンスを学べる本になってるかなと思いますので、まあ、音声で聞くと 3.5 倍で聞くと本当にね、それこそ1時間ちょっとぐらいで聞き終わるんじゃないですかね。まあ、それぐらいの内容ですから、まあ、ぜひですね、皆さんもね、聞いてみていただきたいなというふうに思います。こちらも概要欄にリンク貼っておきたいと思います。ということで、こんな感じで今日は終わっていきたいなというふうに思っております。今日の中でも少しでも参考になるところがあれば、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また明日以降もですね、明日からまた相場が動いていきますので、最新の状況を取り上げたテクニカル分析をお伝えしていきたいと思っております。明日も聞いていただけるという方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとはちょっと今日はね、バックがちょっとわーわーギャーギャーしてましたけども、お目に見ていただけると嬉しいかなというふうに思っております。ではまた明日テクニカルの好きでお会いしましょう。さよなら。